柔らかいチンチンが好き？それでも硬いチンチンが好き？とパートナーに聞いた時に、俺っちは、柔らかチンチンなのに、カタカタチンチンが好きって言われた場合、これどうしたらいいかと言いますとですね、まあ、チンチンの硬さはその、まあ、ちゃんとね規則正しい生活をしてこう血の巡りが良くなったりとかね、まあ、することによってこうあと筋トレをするとかねっていうことで多少変わることはあるという話は聞きますけど、だけど、まあ、人間の体ってそんなにデザイン可能じゃないんですよ。自分でこうしたいからって言って肉体はそうは簡単には変わりません。でそういう場合はまず俺のチンコでどうにかしなければという呪いから解かれてください、あなたは。そうなんです。結構ねご存じない方多いかもしれないんですけどね、別にねこの世のね全ての人ねチンコによって何かをもたらされたいと思ってるとは限りません。単純に硬い何かが自分の中に入って気持ちよくなりたいっていうんだったらおもちゃでいいんです。なんならもうオナニーでいいんです。だけど、まあ、これはわっちの場合の話ですけど、まあ、だけど相手と何かつながるっていうのはそれとはまた別の何かがある場合もあるんですよね。まあ、でもこれは人によります。ちなみにわっちはそのタイプ、別に自分が性的に気持ちよくなりたいだけだったら自分で棒を突っ込むし別にいいです。だけど相手と何かやるっていうのは自分のことを必要としてほしいとかね、肌と肌で触れ合いたいとかね、わっちはそういうところをメインにするのでっていう人もいるので、だからもちろんみんながみんなじゃない、みんながみんなわっちみたいな価値観ではないけど、だけどとにかく逆に言えばみんながみんなチンコによって絶対に性的で快感を得て気持ちよくなりたいかというとそうではないという、これを知っていただきたい。はい。